こんにちは、マセンです今回は自殺希望者の隠れ家の8050問題で現在引きこもりで自殺しようと考えているあなたへという動画をやっていきたいかなと思います。はい。ということであのここ最近というか8050問題、まあ、ここ最近でもないな少し前から問題になってるんですけど つい最近80歳と50歳の親子の女性の方があの電車で飛び込み自殺されたんですが、まあ、その関連に近いお話ですねあの、まあ、多分あの今後多くなってくると予測してますあの今って 100万人ぐらいいるの60万人まあそれぐらいの数の、えーまあ、中高年の引きこもりの方が多くいらっしゃってまあそこがあの就職氷河期とかが重なったりとかまああとまあいろいろあって引きこもりになっている方が多くいらっしゃると思うんですけど。<laughs> まあそのまあ、今すごく自殺するっていう流れが多くて、まあ、あと新型コロナウイルスとかもあって中年者またまあ若年者もまあいじめとかまあそういった問題で自殺したりとかであの最初に話した8050問題の中高年の方の自殺も目立ってきてとか。 まあ、と親が亡くなってもう働けないからあの親のお金を使いつつ亡くなったらあの餓死してとか、まあ、そういった話とかいろいろあると思うんですけど、まあ、今の感情的にどういった感情を持ってるかっていうとダイレクトにあの、まあ、自分自身がなったことがないので、まあ、何とも言えないんですけど。 多分、あの、自分自身がもう生きてても意味ないとか、まあ、周りと連絡遮断してるとか、全然連絡しないとか、まあそういったこととかあったりして、まあ孤立というか、孤独というか、そういったことになってると思うんですけど、まあそれで、うん、死のうと。 いう結論になっていくということだと思うんですけど何だろう、まあ、そこまで、うん、頑張んなくてもいいんじゃないかなっていうのがすごく個人的な感想ですねなんか働かないといけないとか別にそんなプレッシャー感じることもないし、まあ、自分の時間なので、うんまあ、その時間を有効に。 使う自分自身が、まあ、別に問題ないしもう働くところがないからもうどうしようもないとかまあそうなってるとか今だとえー、っとなんだっけと忘れちゃったド <laughs> 忘れちゃいましたねえー、国からあの払ってくれるやつありますよね今一瞬忘れちゃったんでもうあるし まあただ、あのー、一つ思うことが、まあ、あの全然関与じゃないですよ。自分自身があの、まあ、献血やってて、まあ、献血やってる理由としては、まああのー、血液とか循環してあの入れ替わったりするんで、まあ、も普通に入れ替わるんだったらその血液 で助かるる命が1人でもあるならと思って献血活動をしてたりもするんですけどもう一つあって、あのーまあ、自殺関連で、あのー、話聞いたりとかすごいいろいろしたりとかしてるんですけど話聞いたりとか、うんまあ、話聞くのが重かな、うんまあ、聞いてもらえる人がいるってだけでも助かるっていう人がすごくいらっしゃるので。 まあそれであの抑止力になってくれたりとかしてくれたらいいなってすごい思ってるんですけどで、まああのー、まあ少しでも、まあ、助かれば助かってくれればいいなと思っていてで、うんまあ、その自殺しようと思ってる方の命とまた死にたくないと思ってただ血液がない いう人の命って一、まあまあ、つ、まあ、単位としては同じ一人の命なのであの血液で一、まあ、人の命が救えるならって思うのとあの自殺者をとどまらせることが一つの命だとしたら、まあ、同じことだなと思って。 まあなので、まあ、やってたりってするんですけどなのでもし何もやることがなくて仕事もなくて、うん、ずっといるっていう方がいらっしゃったらあの何の、まあ、リハビリ感覚で献血に行ってみるのも一つの手じゃないかなってすごい思います。うん、全然あの 料金とかもかからないですしそこで飲み物とかいろいろもらえたりもするしあと血液をあの抜くんであの、まあ、健康面とかも分かったりするんでまあそれは今だと携帯とかまあでも郵送もあるけどあの住所持ってたら大丈夫なんですけどあと携帯とかねうん。 分かったりするんで、まあ、あと今って血圧測定が義務になってたんで最近なのでまあ血圧も分かったりするんで、まあ、健康面も知ることができるので、まあ、いいんじゃないかなってすごい思いますそれでまあどんどんリハビリしてってあの少なくとも自分の血液で救える命があったっていうことがあの、まあ、少しずつあの。 復帰というかやる気というかに繋がっていくんじゃないかなとすごく思ったのであのそれについてお話ししていきました。まあ、ただあの、うん、そこまで頑張る必要ないと思います。うん、ただちょっとずつでもなんか自分自身がやりたいことをやっていければまあ、それだけでいいんじゃないかなってすごい思います。まあ個人的にも。 すんごい落ちた時にあの、まあ、動画にもあげたりしてるんですけどあのあ死のうって思ったことが一度普通にあって、まあ、そのことに対しての,あの感情というか気持ちは分かったりするんで、まあ、こういった動画を続け,続けていこうかなとは思ってるんですけど、まあ、すごくあのつい最近8050問題で。あの 飛び込み自殺した親子の方がいらっしゃったので、まあ、この動画出そうと思ったので出しましたはいなのであのもしあのこれ聞いてるあの今本当に引きこもっていて何もないっていう方がいらっしゃったら普通にコメントしてくれたりとかあのダイレクトメールとかも大丈夫ですのであのお話全然聞くんではいなので してみてみください、まあ、あと本当に言えることがないっていう人がいらっしゃったらあの私を応援してください <laughs> はいあのこういうの夢だったんだけどもう叶えられないから叶えてほしいなっていうのがあったらあの言ってくれたらあのまあ私は頑張るんであの教えてください <laughs> はいということでえ今回は自殺希望者の隠れ家の8050問題で 現在、引きこもりで自殺しようと考えているあなたへという動画でした。それでは、